Hello， 大家好，我是阿斯。好，我们这一次的剧情就是向比克报告自己的修行了。人造人間はどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてな。OK， 进主线剧情啊，那记得先追踪我的 IG 跟 FB， 那记得订阅。OK， 好，就这样。遅かったな。何をしている？わりわり、いろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりして、オラの修行にはなったけどな。どうせそんなことだろうと思って、俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。あ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。あ、トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。うん、いいよ、ありがとう。すまねえ父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ、まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。ちょっと。やっ、よっ。気を感じられねえっちゅんは思ったより厄介だな。天津飯。そうか。
こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。クリリン、そっちはどうだ？ダメだ、悟空。怪しいやつは見なかった。そうか。見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。怪しいやつを見つけたらすぐに知らせるから。オラが目的なら、とっとと出てきやがれ。こんにちは。やっ、他のみんな見つけられたんか。どうだピッコロ。見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないが。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。よっ、ヤムチャ大丈夫だよな。ああ、やつならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから強さもわかんねえ。君が悪いやつらだ。気を感じられんのは誤算だったな。いい加減にしろ孫悟空。どこまで行く気だ。この場所にしろ。貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ、戦う前に教えろ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる孫悟空。貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ。貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。
バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか？そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。うやったじゃん。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか？なんだって？もう薬で治したんじゃなかったのか？俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか？
俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。ホッ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 。覚悟しやがれ。くそったれ。くらえ。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかってこいよ。貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。わかった。だが戦おうとはするな。お前たちの手に負える相手ではない。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。
気を感じることができんのは厄介だな。どうだ天津飯。いや、俺の目でもまだ探し出せん。まだこの岩場から出た形跡はない。どこかに身を潜めているはずだ。いたかクリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。ちくしょう、どこだ。ザコがいるようだな。ベジータ、やつはどうした。あの野郎、思ったより素早い。よっせ。ご飯、やつはいたか。ごめんなさい、この…そうか。くそ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ。あいつに見つかるわけは。くっ、助かったぞ、ご飯。クリリさん、ピッコロさんに先祖。程度ならどうにでもなる。理由をいただくぞ。知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。おのれ、ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？にゃー！母さん！トランクスだと。俺のガキと同じ名前だ。
未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の、わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが。あなたたちが戦っていた人造人間と、俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲロの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど。ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。ふん、俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが、二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ、母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲロの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ。壊れちゃったのよ飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方を破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい、では気をつけて。よし、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。急げ、
人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。なあ、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るか。ドクターゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータが先に見つけていないだろうな。レッドリボン軍に協力してたくらいだからあまりいいやつじゃなかったんだろうな、ドクターゲロは。北の方はさすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ、俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。この近くだ。なんだ、海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった、あんなやつ。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く16号。お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空寺に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カカロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。ハイウェイか。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。
この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか、女か、デクノボーか、それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか、鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。しかってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん、言っておくが俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間、女じゃないか。ビッグバン、今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。思っても見なかったよ、あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ、ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな、どいつもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない、自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろ。ま、待て、待ってくれ。なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ、なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ、人間では。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ、俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。じゃあね、バイ。みんなを助けなきゃ。センズのことを知っていて見逃したとは、俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない、放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかったか。はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、
奴をどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。でピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち。さあな。思い当たらんが、何があるというんだ。神様ん家だ。神様の。どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え？そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。ちょっと聞くわ。あの人造人間たち、本当にむちゃくちゃ悪い奴らなんだよな。とんでもなく冷酷な奴らです。少なくとも俺たちの時代では。どうしてですか。いや、もしそうじゃなかったら助かるなと思ってさ。奴らにそういう甘い希望は持たない方がいいと思いますが。そうだよな、分かってる。ちょっとそう思っただけじゃないか。好，那这集先到这边啊。那记得追踪我的 IG 跟 FB， 然后喜欢 YouTube 的频道的影片，记得订阅按铃铛。好了，这集就到这边啦，谢谢大家这集的收看，拜拜。